皆さんメルハバー、霊夢です。皆さんメルハバー、マリサだぜ。今回は、いつもツイッターでコメントしてくださってる方のコースを遊んでいくよ。ポケモン全自動や、10秒全自動のコースを送ってもらった方なんだぜ。コースのタイトルを見る限りだと、ボス戦を繰り返した後に、最後に全自動があるみたいだね。これ、右側に進んでいくのでいいのか？あのチグワは、多分戻ってくるようなんじゃないかな？お、なんか下でグッドが倒れたみたいだな。この先はどうすればいいんだろう？こっちじゃなかったのか。なら、また土管で戻ればいいのかもしれないな。ほい、グッパをドッスンが倒したところまで、カットしました。次はどんな仕掛けがあるんだろうな。急いで行ってみようぜ。マリサ、バカ。さすがにここで炎に当たるとは思わなかったな。今度は当たったりしないようにゆっくり落ちていきます。予想通り、違う場所に出てきたな。壁キックで登っていく作りは、同じだね。お、でっかいブラックパックン発見。あれをまたクッパの上に落とせばいいのかな。落とすというよりも、レールの上を勝手に移動して落ちていくって感じなんじゃないか。なら、ブラックパックンが落ちるまでクッパの炎にやられないように気をつけてればいいんだね。なあレイム、これ、落ちるまで間を繋ぐのかなり大変だぞ。そんなのこの話かの卵でもあるレイム様に任せてもらえれば、簡単だよ。そういえばお前、以前に時そばをできるって言ってたっけか。時そばはもうマイブームが終わっちゃったかな。今のマイブームは、三遊亭円楽師匠が得意だった、芝浜、かな。今の腹黒ではない、先代の円楽師匠か。あ、一石やってあげたいところだったけど、グッと倒しちゃったからとりあえず先に進んでいこうよ。円楽師匠を得意の芝浜聞きたかったけど、残念。今度はグッとファイヤー飛んできてないね。さっきのはまさに奇跡的なタイミングだったよな。はい、また壁キックで登っていくよ。ボス3連発の最後だから今度は結構きついかもな。あれ、これはどういう仕掛けなんだろう。上に乗ってるだけではダメみたいだな。ちょっとあたりの探索をしてみます。レールとキラー砲台があるだけで、他には特に何も見当たらないよ。これは難しいな。どうすればいいのか全然わからないんだぜ。キラー砲台から出てくるのが一アップキノコだから助かるね。これでもし赤キラーでも飛んできていたらかなりヤバかったな。クッパの炎が結構きつくて、落ち着いて考えることもできないよ。ここまでの二つの流れからすると、あの砲台をクッパに落としてやればいいんだと思うけどな。あの砲台って動かせるの？とりあえず、こういうギミックは初めてだから、いろいろと試してみようぜ。なんかクッパの攻撃がやたらと激しいんですけど、これが最後の砦だからな。あいつも本気を出してきたんだろ。いつもみたいに、さっさと溶岩の中にダイブしちゃえばいいのに、かなり無駄だったので、少しカットします。なるほど、落ちてくるところを、頭で押せばいいんだね。またカットしました。もう少しで、グッパのところだな。まあ、なんとなくこうなるような気はしてたんだけどな。はい、ここまでカットしてきました。難しいの、やっぱりここだな。お、これは成功したのか。あとはクッパにやられないように逃げ回ってればいいね。離れすぎてるとクッパを倒せないかもしれないから、ある程度は近くにいないとな。あ、なんだ。もう一回やらないといけないのか。この距離で砲台を押さないといけないのは、かなり危険だな。これはもう炎が来ないことを祈るしかないね。よーし、やっと倒せたよ。ものすごく苦労したな。後半は確か全自動なんだよね。あ、そういえばそうだったな。ここまで来るのに時間かかりすぎてすっかり忘れてたな。どんどん鍵を開けて進んでいくよ。コインで、オートって書いてあったな。いやー、なにこれ？すんごーい。この間は細かく実況したのに、今回はやらないのか。こんなに長そうな全自動で、できるわけないでしょ。それはそうだけど、さすがに叫び声を上げるだけじゃな。それじゃあどうすればいいのよ。私はさっきの落語が聞きたいな。それじゃあさっきの叫んでるのと大して変わんないじゃん。あ、そうだ叫ぶといえば、夏にぴったりの落語があるよ。ほう、どんなやつなんだ。ボタン灯籠っていう話なんだけど、簡単に言えば死んでしまった女の人が幽霊になって男に会いに行くんだけど、男はその女が幽霊だって気づいて魔除けの奥田を
を張るのね。そしたら女はそのことを逆恨みして、男の知り合いや友人を巻き込みながら呪い殺すっていうお話だよ。それは怖いな。有名なお岩さんとかと並んで、怖いお話だね。というか、またまた全自動の実況できなかったな。コースを提供してくださった方、本当に本当に申し訳ありません。そして、今回はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。